フラワープロジェクトは光の雫事業実行委員会の中で今やってることで、イルミネーションと、これからやるイルミネーションと、この街中のお花、まあ、フラワーストリートプロジェクトと、あと七夕ですか、その3つの中でやってて、まあどれぐらいになるのかな、 5年ぐらいにはもうなりますね。ここの通りやってももうそのぐらいになるので、この地植えができるっていう強みがあって、まあ市からこの場所をお借りして、他の通りだとやはりこうプランターなんで、やっぱりなかなか難しいんですよ。すぐ枯れてしまったりとか、まあ、水やりがとにかく大事なんで、地植えであるっていうことが一番やっぱここは継続できてるっていうことですね。で今両サイドに、13号線から県庁前通りまで50区画ぐらいある。そこの両サイドをずっと、もう 10店舗以上っていうかの、まあ、団体とか、まあ、学校とか、お花屋さんとかいろんなところで植えてもらって、ただやっぱり水やりしたりとか、草むしりしたりとか、一番広いところはやっぱりこれはやっぱなかなか植えた人はそこまではなかなかできないんで、やっぱりそれは自分たちで管理しよう、まあ、テーマを設けて、ただこう公園のように一色のね、一種類の花で植えるっていうのではなくて、一つ一つにこうストーリーを持って、花っぱのようなそういうところもあるし、ちょっと朽ちた感じ、だんだん朽ちていくような、そういうのをテーマに持ってやってるところもあるし、まあ、そういう意味では自分のこう好きなガーデンを見ながらね、こう歩いてくれたらいいなと思います。ちょっとこう驚きをね与えたいと思うんですけど、びっくりするような感じの全部をいじるんじゃなくて、一箇所ずつちょっとアイデアを出して作っていこうかなと思います。いっぺんにやっぱりこの手入れするのは大変だから、一度にいじっちゃうのは大変だから、ポイントポイントで毎回ちょっとアイデア出しちゃって、あとまあそういうアイデアも募って、なんか楽しいアイデアがあるっていう人はぜひ参加してほしいですね。やっぱり花は市民の手でっていうのは私ってスローガンで、なんとか継続したい。